何それ。よろしく頼むぞ。3、2、1。さあ始まりました、プリコネです。キャルだ。いやー、どうなるかな今回ね。ペコリーヌとなんかご機嫌そうだけど、いやー、ほら、もういるじゃん、外に。ここで。ゆうきくんは問題ないとしても、いやー、もう、のどかな会は終わりなのかな。開いた。さあ。これは言わないね。この流れは。やっぱり。いや、平和に始まる。さあ、うわー、美味しそうな、また、近づく心、すれ違う魂。いやー、絶対やばいやつやん。ねえ、今回のタイトル。いや、しかもあんなご機嫌なキャルなのにね、この後どうなるか。お弁当？陛下か？あれ持ってくの。そういうこと？ゆうきくん？何それ今の。あんなんなってたっけいつも。で、マスターさん何してんの？なんだ今の。もう？どういうことだ？で、やっぱ陛下っぽいね。お弁当。だからプリコメを食べてほしくて、持ってきたんだ、献上しに。寝てるね。なんだ？陛下さん？この人なんかあるんだね。この状態。なんか先が短かったりすんのかな？そういうのになんか抗いたくて、メタモルレグナントの血の池みたいなのに入ってたりしたのか？実は。もういない？行っちゃったのか。お弁当だけ置いてあったりしないかな？いるじゃん。だから心配で離れなかったんだろうね、キャルは。優しくしてあげてくれ、陛下、せめて。ねえ、そのお弁当もらってくれよ、頼むよ。前もなんかあったよね、花かなんかでさ。まあいい。とりあえずここはね。いや、どうするかな。やっぱね、渡すよね。もらうか？いや、もらってほしいなぁ。ペコリーヌ？前にあれか、言った言葉。気が変わった？どういうこと？これが今回の近づく心ってやつ？いやー、けどそれなのに後半は絶対なんかあるぜ。いや、けどここがうまくいけばいくほどあれじゃん。複雑になるじゃん、またペコリーヌとキャルが。そこ気にするんだ。陛下。しかも、鰹節ってのがまたね、猫科の。それはあれかな。やっぱこのリダイブじゃないけどさ、その影響なのかな。そんなのご褒美でしょ、キャルにとって。かわいい、なんかちょっこり座って。あー、で、何食べてんのあれは。何味だろうね。だってこんな陛下、今まで見たことない。いや、そうだなぁ。ほんと好きなんだろうね。普段あんなさ、冷たい感じであれなのに。そういえば前にあれだったね。すぐになんか服着てたりしたし。陛下どういうこと？二人いるの？副団長さんと、そしてこれ団長だね。ああ、これでこの団長は、反旗を翻す気かなん？なんか発動したよ。なんだ？行くの？それでも、すごいね。何これ？ああ！あれは、メタモルレグナントじゃないよね、今の。何を切ったの？ああ！これどうなってんの？今けどキャルと一緒にいる陛下とは別？またわけわかんない展開になってきたぞ。イカッチたち。いや、こっちはなんか穏やかな感じで進むけども、温度差がすごいぞ。行く。あ、で、キャルはキャルで、なんか満足げにね、帰ってきて。いや、めっちゃご機嫌だろうな。お祭り？まあ、とりあえずあれだな。ペコリーニもあの話は置いといてなのね。なあ、リンゴ飴ね。もう最後まで食べきれたことないわ、俺、あれ一人で。けど行けば行ったで、あれ。メイランランとして。ああ、出た。お母さん。やすこさんだったか。弟くん？待ってくれ。誰だったかな？あ、あれか。クレープ屋に入った。あの人か。あれ、違ったらごめん。あ、やっぱそうだ。あ、よかった。新メニュー。連れてかれちゃったけど。この子ね。はい、いたね。あつれきって言った今。へきれきね。だよね。かわいいな。なんかいろいろ忙しそうにしてた割にはこっちにも来てる。で、何か隠してるよね。まだいろいろ。まあ、伝えてないだけなのかな。今のゆきくんには。うわぁ！うまそう。クレープってうまいよね。俺もあれだ、秋葉行くとAKB 劇場の下にあるクレープ屋さんとか食べてたな。今もあんのかな。雪なんだ。ああ、いろいろね、心配してくれてるだろうってことに対しての。いや、ペコリーニ買いすぎでしょ、君。まあ、全然食べれちゃうんだろうけど。守る。いやー、そうなってくれると信じてますよ。たこ焼きとかもね、あるんだ。何してんのいやねえ、こっころ。ふう言うし。あ、で、一方。これはどっちのあれだ？え？何？何なの？陛下は陛下でやっぱあれだね。なんか大変なことに巻き込まれてるっぽいな。おー！なんださあ、後半。あれは、あ、射的？あの人形あれじゃん。あの子にそっくりじゃん。うん。何？キャルが取ってあげんの？まあ、こういうの得意なんだ。なんだ、ペコリン。あー、あれか。ちょっとまた、コロスケってゆうきくん？あ、気利かしたんだ。あー、二人にしてあげて。ナイス。ナイス、本当に。できる子だよ、コロスケは。いや、けどこれで話してどうなるかな。あんな陛下といろいろね、いいイベントがあった後に。あ、取れなかったの。いや、この空気。そしてこの今までの関係が壊れそうな気がする。少し。いやー、いつもイケイケどんどんのペコリヌも、さすがにちょっとあれだね。なかなか言いあぐねてるね。おー。あ、けどなんか察してくれたりしねえかな。なんか言いづらそうなの。キャルが。え？うん。このタイミングでそれ言う？キャル。いや、どうすんの？これはちょっと、あえて言わなかったパターンなのかな、ペコリーヌも。これはなんだ？何が起きてるんだ？あの二人のところだよね、きっと。あ、陛下の攻撃なのか、これが。なんか形がウイルスみたいだな。今の。あ、やっぱね、攻撃なんだ。けど全然耐えてたね。何しに来たんだろうな。序盤になんか、あれ見ててさ、なんか考え事みたいにしてたよね。時間がない。ああ。ちょっと待って。二人ともあれなのかな？この今の世界に入れなくなっちゃうみたいなことなの？何するつもり？もうやる気満々だ。いや、大丈夫なの？いや、この二人の戦いとんでもないことになりそうなんですけど。いや、かっこいい。すげえ。おー、何その質量。何それね。おしゃれすぎん。けど平然としてるよ。母さん？シチュエーションが変わった。あ、そこら辺をいじったみたいな感じなのかな、この世界の。隕石？けど、全部撃ち落としてるけど。もうあれをポンってやればさ、あらゆる事象が起こるんだね。あの人の思う通りの。そういう世界みたいなの作ってるんだ、この中に。いや、めっちゃすごい力じゃん。いや、けどそれでもダメなの。セブンクラウンズやべえな。おー。やっぱそんな力だったか。やばいやばい。また狙われちゃう感じですか？出てきた。え、マスターもあれなのかな？こうなっちゃうのかな？おい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 。こんな武器がいっぱい召喚されるの見ると、あるアニメ思い出しちゃうよ。ねえ。うわ、なにこれ。逃げてんのか。やべえけど。やばい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 。あ、逃げれた？いやー、どうかなー。やばそう、マスター。ここでやられちゃう？いやー、これもう積んでませんか？いやー、強すぎやろ、陛下。なんかまだ頑張ってるけども。いや、いけ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 。いやー、けどちょっときつくね？数がだって。おー、マジで全部破壊したの？うわ、けど。やばい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 。で、またさらに追撃。月これはもう無理じゃないの。一方。どんな戦いさ。惑星のぶつけ合いって。いやー、すごいね。セブンクラウンズ。しかもこの二人だけじゃなくてまだいっぱいいるわけじゃん。まだ出てきてないのあと3人くらいいるわね。4人くらいか。あ、名前？今の。なんで？何者なのよ、お前。弱ってた感じとか。使わないんじゃなくて使えないの。波動転生。そういうこら辺が分かっててきたんだろうな。しかもその変化が結構やばい方向に来てるんじゃない？おお。これはいける？いや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 、一点これ、一気に有利になった。誰の声今の？いやいやいや、この二人来てたんだ。やっぱ強えんだ、この二人も。とんでもなく。なるほど。それで魔力が枯渇してると。みんなを集めて。こんなこともあったのね。もうすでに？じゃあ意外とこの人もかわいそうなキャラってこと？かといってみんな巻き込んじゃうのどうかと思うけども。いや、今度こそ。うーん。いや、これ陛下、やられるね。カイザー、インサイト。いや、これ、キャルにとって、どうなるんだろう。陛下がやられちゃったら。ね、しかも、そこでこれもある。ダブルパンチ的なことになっちゃうんじゃないの？いや、ほらいや。ずっと続くと思ってたあれが、もうキャルにとっては、何？今の指輪。え何それ？盾みたいな感じで呼び出したのかな？で、それでためらった隙に、ええー、ええー、嘘でしょ。いやー、うわー、やっぱ二人いる。やば。いや。どうなっちゃうのこの人。ちょっと待ってくれ。メタモルレグナントはほら刺激みたいにされたじゃん。今の人は刺されてるし、死んじゃうってこと？死んだ場合どうなるの？マスター。マラピリッサって書いてあった人は。まさかあそこで、指輪かなんかになんか仕込まれてたのかな？光ったような感じがあったけど。で、キャルが目の前に出てきたもんだから、ちょっとためらっちゃったのかな？で、その隙を逃さず、てかやっぱ、なんで二人いんの？ね、そこもあれなんだけど、よくわかんないんだけど。で、あそこに今二人揃ってるってことは、団長さんもやられちゃったってことなのかな？戦い挑んでたじゃん、あっちも。で、団長さんが向かった先にいたの、メタモルレグナントだったっけ？なんかちょっと違ったように見えたんだけどな。見間違いだったら申し訳ないんだけど。いやー、また大変なことになってきたよ。結局、ペコリーニはね、伝えることもできてないし。まあ、早くこうなるとね、ゆうきくんになんとかしてほしいなって思うんだけども、ゆうきくんがなんとかできる状態なのかすら僕にはわかんないので、あと残り2話、3話あんのかな。まあ、そこら辺で一体どうなるのかね、また注目して見ていきたいと思います。というわけで皆さん、今週のエピソードに対する感想だったり、僕のリアクションに対するコメントをお待ちしております。以上、動画をお届けしました。バイバイ。